私は中央区です。今週のラインナップです。不正情報をお届けする中央ブックマークでは、ペイペイ利用によるポイント還元キャンペーンと区立図書館のホームページについて、特集では区内の桜の見どころをご紹介します。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。キャスターの渡名喜織江です。はじめに新型コロナウイルスのワクチン接種についてお伝えします。区では4月中旬からワクチンを順次接種できるよう準備を進めています。国の方針によりスケジュールが変更になる場合がありますので、ご了承ください。接種費用は無料で、原則中央区に住民票がある方が対象です。なお、現在承認されているファイザー社のワクチンは16歳以上を対象としています。現時点において国が定めるワクチン接種順位は、医療従事者など65歳以上の高齢者、高齢者以外の基礎疾患を有する方および高齢者施設などの従事者、それ以外の方となっています。区のお知らせ中央3月1日号などで、3月下旬以降に接種券を送付する予定とお知らせしていましたが、ワクチンの供給が遅れているため、接種券の送付時期などについては現在未定です。今後の詳細についてはワクチン接種に関する情報をまとめた中央区新型コロナワクチン接種特設サイトをご覧ください。なお、新型コロナウイルスのワクチンに関しては、中央区新型コロナワクチンコールセンターに、ワクチン施策のあり方などについては厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターにお問い合わせください。区では電話などによるワクチン接種の案内は行っておりません。不審な電話にご注意ください。続いては区政情報をお届けする中央ブックマークです。はじめにペイペイ利用によるポイント還元キャンペーンについてお伝えします。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済への影響が長期化し、中小小売店などは大きな打撃を受けています。そこで区は区内経済の回復に向けたさらなる対策として、キャッシュレス決済サービスペイペイと連携し、中央区ペイペイポイント還元キャンペーンを実施します。これにより消費を喚起し、売上が減少している区内事業者を支援するとともに、新しい生活様式に対応するキャッシュレス決済の普及を推進します。実施期間は4月1日木曜日から30日金曜日まで。期間中、区内の対象店舗にてペイペイを利用して支払いをすると、後日支払い金額の最大 20% 分のペイペイボーナスが付与されます。ポイント付与上限額は1回あたり3000円相当、期間中1万2000円相当です。対象店舗は区内の中小規模のペイペイ加盟店です。大手チェーン店、コンビニエンスストアなど一部対象外の店舗があります。対象店舗にはご覧のようなポスターまたはステッカーが掲出されますので、ご確認ください。なお、対象のお店はペイペイのアプリで探すこともできます。詳しくは区のホームページをご確認ください。ペイペイの使い方など
利用者向けの問い合わせについては、PayPay カスタマーサポート窓口に。事業者の方で PayPay を導入済みの店舗の方、導入を検討中の店舗の方は、それぞれご覧の番号にお問い合わせください。キャンペーンの詳細については、商工観光課都市観光推進係にお問い合わせください。続いては、区立図書館のホームページについてです。区立図書館では、皆さんに図書館を便利で身近なものとして利用していただけるよう、専用のホームページで様々な情報を発信しています。トップページにある地域資料室、ここではキーワードから検索し、中央区の歴史や文化を表す写真や錦絵など様々な資料を探し出すことができます。また対象年代別の図書館サービスをまとめたページもあります。このうち子どものページには、図書館員がおすすめする児童書の紹介や各図書館のお話し会の日程などを掲載しています。このほか、おすすめの本というタブから、今話題のテーマに沿った書籍の情報を見ることができるほか、すでに図書館の利用登録をされている方は、利用者メニューから貸し出しや予約状況の確認、登録情報の変更を行うことができます。区立図書館のホームページについて詳しくは、京橋図書館にお問い合わせください。続いては特集です。今回は京橋、日本橋、月島の各地域にある区内の桜の見どころをご紹介します。徐々に春の訪れを感じる季節になってきました。日本の春を代表する花といえば桜。花と緑の街づくりを進めてきた区内には、さまざまな場所に桜を楽しめるスポットがあります。隅田川に沿って広がる明石町菓子公園には、散歩やジョギングなどで多くの方が訪れます。高層ビルとタワーマンションが川沿いに見え、自然と都会の調和を楽しむことができます。八丁堀駅のほど近く、新大橋通りに面した桜川公園には、およそ30本の桜が咲き誇ります。園内はベンチや遊具が充実し、近隣の会社員や地域の皆さんの憩いの場となっています。永代橋から中央大橋にかけて隅田川沿いにある新川公園、桜と中央大橋、高層マンション群、隅田川を行く船といった中央区ならではの風景を眺めながら川沿いを散歩できます。区立公園の中で最も歴史が長く最大の面積を誇る海士町公園には、ソメイヨシノやしだれ桜などおよそ70本の桜が植えられています。公園内には子どもたちのための遊具広場などがあり、さまざまな楽しみ方ができるのも特徴です。
また近隣の浜町川緑道はソメイヨシノの並木が見事な桜のアーチを作ります。都心にある桜の名所としても知られている江戸桜通り。およそ80本の桜と日本橋三越本店や三井本館など歴史的建造物と合わせた景観を楽しむことができます。ビル風が吹くと桜の花びらがきれいに舞い上がり街を彩ります。五街道の起点となる日本橋、ここには大きなソメイヨシノが植えられています。名橋日本橋と桜が一体となった情景は日本橋の春の名物。桜並木とは一味違う一本桜の美しい姿は写真撮影にも絶好のスポットです。月島地域を代表する桜の名所は佃公園。中でも見応えがあるのは昔懐かしい下町の風情が残る佃小橋周辺です。橋を正面に咲く桜と川に浮かぶ釣り船、ディバーシティ21の高層マンション群とのコントラストは中央区を代表する景観です。晴海中学校から晴海橋まで続く桜並木も見どころの一つです。新たなスタートを祝うかのように校舎を背景におよそ40本のソメイヨシノが桜のトンネルを思わせる美しい姿で頭上に咲き誇ります。この他にも区内にはたくさんの桜の見どころがあります。区が発行している中央区桜の見どころマップでは桜並木22箇所、一本桜4箇所を紹介しています。区のホームページからダウンロードすることができますので、ぜひご覧ください。各スポットで桜をご覧になる際は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため飲食を伴う宴会などはお控えいただき、散策にてお楽しみください。続いて中央区からのお知らせです。犬の飼い主には飼い犬の1匹ごとの登録と毎年1回狂犬病予防注射を受けさせ、注射を済ませたことを保健所へ届け出ることが狂犬病予防法で義務付けられています。4月7日水曜日から10日土曜日までの期間、ご覧の時間と会場で狂犬病予防接種の集合注射を実施しますのでご利用ください。なお注射料3200円、注射済み票交付料550円が必要です。集合注射に来られない場合には最寄りの動物病院で注射を受け、その証明書を中央区保健所へ持参し、注射済み票の交付を受けてください。詳しくは生活衛生課生活衛生係にお問い合わせください。さて、お伝えしてまいりましたこんにちは中央区です。今回はここまでです。次回の番組の更新は3月21日日曜日です。それでは